はい、こんにちは、海坊主です。先日ね、久々にツインリンク茂木行ってきたんですけど、まあやっぱりね、行ったら行ったでね、欠かせないのがここホンダコレクションホールですね。まあ歴代のね、市販車からレース車両まで2輪と4輪まあ取り揃えてるって感じでね、もう車好きバイク好きにしてみればね、たまんないって感じですね。でまあ今回はね、基本的には全て撮影してきましたほとんど全てと言っていいほど撮影してきてるんでね、膨大な量になるので、まあ2輪とね4輪分けてやろうと思います。でまあとりあえずね、最初は4輪からやっていきたいと思いますね。はい、もう前置きね、撮ってもしょうがないと思うんでね、さっさと見せろっていうことですよねはい、それでは本日もよろしくお願いします。はい、まずはね、1階部分ですね。正面玄関を入った右側にね、こんな風にでかいモニターがあって、まあ今やってるね、まあ企画的なやつですね、ホンダの歩みみたいな感じになってたんですけど、まあそんな感じでね、展示してありました。まあ全部見せなかったんですけど、で正面にはね、スーパーカブと、まあ、S8 とこちらの F1 と、あとバイクの方も1台でバイクの方はね、多分あれ満島の初優勝モデルかなんかですよね。ちょうどね、正面がね、吹き抜けになってるんですよね。1階部分のね、右側の方、ホンダ夢と挑戦の軌跡っていう感じでね、こういう風に飾ってあります。ちょっとね、まだジンバル撮影に慣れてないんでね、若干ガタついてますけど、そう、ジンバル使ってもね、なんかガクガクしてますけどね、ちょっとね、まだ不慣れな感じなんでね、許してください。なんならね、 GoPro で撮影した方のが多分綺麗に撮影できたかもしれないですね。はい、まあこんな感じでね、ちゃんと説明が書いてますね。冷静の状態です。カーチス号つって、まあちょっと細かい文字まではね、見にくいかもしれないんですけど、こちらはね、アート紹介時代、まあ本田宗一郎がね、アート紹介時代に榊原兄弟のね、助手としてまあ組み立てたレース用の車みたいですね。あのカーチス航空機のエンジンを積んでいたそうです。世界に1台しかない車って感じだと思うんですよね、多分。これ多分めちゃくちゃ貴重です。はい、まあここからはね、2階になりますね。うまく撮影できてなかったみたいで、結構ひどいことになってたのでね、申し訳ないです。もういきなりね、2階に移ってますね。はい、もうここら辺はね、ホンダの4輪事業の創世記の車ですね。これあれ多分あれですよね、有名なあの CVCC のエンジン乗っかったシビックですよね、多分。で次のこの車はね、あのアコードの CVCC でね、シビックよりもワンサイズでかいエンジン積んでたみたいです。でこちらがね、もうホンダのある意味伝説の車両、シティですね。でシティときたら、後ろにね、ありましたよね、元コンポがありますよ。そう、ここで俺が気づいてね、奥の方まであるって言ってますけど、そう、とりあえずね、車に乗るバイクって感じでね、そう、このバイク元コンポね、売ってたんですよね、シティと一緒に。そのオートバイの元とオーディオのね、コンポを合わせたような感じで元コンポっていうらしいですね。まあ、こちらはね、初代プレリュードですね。デートカーとしてバカ売れしたみたいなんですよね。でこちらはね、トゥデイですね。まあね、サーキット仕様のね、バカっ早いトゥデイがね、動画上では有名ですけど、結構ね、コアなファンが多いんですよね。でこちらは初代 NSX。 ちょっとね、撮影が慣れてないんでね、見にくいかもしれないんですけど、勘弁してください。俺もね、結構ひどいなと思いながらこうやって編集してますけど、ジンバルカメラ難しいですね、本当扱いが。うまいことね、こうこっち向いてくれよって方にうまく向いてくれなかったりするんでね。はい、 EG6 ですね。これも名車ですよね。そう、この青がね、EG6 って言うとやっぱこのね、青って感じのイメージが強いですけど、
はい、この CR-V もね結構売れたらしいですね。はい、もう昔からのねホンダのエコ部門といったらこのインサイトって感じですけど、こちらはねホンダの初代のインサイトかな。あのデイアフタートゥモローのね環境オタクな確かあの主人公のおっちゃんが乗ってたやつですよね。はい、こちらもね初代フィット、これもねホンダにしてみれば大ヒットを飛ばした車ですよね。まあこの時代ねスポーツではないけど、いろんなところでねとりあえずホンダはヒット飛ばしてましたよね。フィットとオデッセイとストリームスポーツのかけらもないですけどね。はい、もう S660 もね展示されてるんですね。一応ね来年の3月で生産終了ってことだったんですけど、もうね生産分のね受注は完了してるそうです。まあ多分ですけど、生産終了のアナウンスと同時にね値上がるって踏んだ人がね、とりあえず買っといて値上がった頃に売るっていう、多分そういう類の人もね買ってると思うんですよね。シビックのタイプ R もね生産終了のねアナウンスと同時にねもう爆上がりしましたからね。だからねそれを1000万で売り抜いたなんていう話もねみんななんか近いところで聞いたことありますからね。そんなに上がったのって俺その後に知りましたから。今じゃね本当に その1500万で売ってたりもしますからね、最終型のそのタイプ R 時期型でね。まあタイプ R が出るって言ったら多少値下がるかもしれないですけどね。はい、でさっきからね固くなに映してなかったですけど、真ん中にはねこの2階の真ん中には歴代の F1 もねちょろっと配置されてました。こちらのホンダの RA301 ウィングがついてるパターンのやつですね。このいかにもねヴィンテージ F1 ってこの縦溝っていうか波溝のタイヤ、ファイアストーンなんですよね。はい、とりあえずね運転席の中極限まで映してみたって感じですけど、こちらがね V12 エンジンですよね。すごいですよねこの駅マニの取り回しが。こうね、うまくねカメラを振れないんですよねはい、これが後ろから見た見た目なんですけど、ここだけ見るとね本当になんかバイクのエンジンを横から見てるようにしか見えなかったんですよね。さすがバイク屋さんのエンジンだなと思ったけど、はい、こんな感じですね。とりあえず12気筒エンジンですけど、排気管はね4本、ちょうどね駅マニが3気筒分ずつ束ねられてる感じに作られてましたね。はい、こちらがね今回のあのトルコグランプリのねレッドブルのモチーフになった RA272 かな。ホンダがね F1 で初優勝したマシンですね。でこちらはね MP47 ですね。第2期ホンダのね最後のマシンって感じですね。マクラーレンホンダ MP47 V12 エンジンが乗ってますね。見た目はねだいぶフェラーリに近いような見た目してるんですけどね、6あたりからねちょっとフェラーリ化が進んでましたよね、車体のシルエットが。でぶっちゃけねそこまでスピードがなかった車ですね。セナーがうまかった、ただそれだけの車です。ウィリアムズにね太刀打ちできなかったマシンなんですけどね。はい、こちらがね、まあ、第3期ホンダのマシンって感じですよね。こちらはどうなんだろう、もうオールホンダになった時なのかな。俺もねそこまでこの車詳しくないんでわかんないですけど、下の処理がねこういう風なところされてますよね。へーって感じでしたそうやっぱりねそういうところ、フロアのね作り方とかねディフューザーの作り方をね見比べるとね結構面白いんですよね。いろんな年代の F1 があるんでね、ああ昔はこんな処理されてたんだみたいな感じでした。でこちらはねもうオールホンダになった時の車ですね。 BAR ではなくホンダ RA106 って書いてあるんでね。はい、奥に見えてきたのはトロロッソですね。この青好きだったんですけどね、本当に
あのレッドブルのコーラカラーっていうんですか、この鮮やかな青好きだったんですけどね、まあ、今はねアルファタオルになってしまったのでね、あの白と紺になってますけど、ちょっと惜しいですよね。でこれね、バージボードのね上の突起物が全部取り払われてますよね。まあ展示モデルみたいなこと書いてあったんでね、あれなんですけど、綺麗さっぱりね、なんかあの細かいいろんなねフィンみたいなのが取り払われてるんでね、ちゃんとしたマシンではないとは思うんですよね。はい、まあこういう風にねだいぶ複雑な造形になってますよね。ほらまだフロントウィングがね複雑だった頃の時代ですよね。ごちゃごちゃいろいろついてます。はい、まあレース好きにしてみればね、3階のここが大本命ってところでしょうね。まあこちらはねレース車両の展示をしております。はい、こちらがねホンダが初めて作った F1 みたいですね。 RA271 です。ドイツグランプリでデビューって感じですね。確かねプロジェクト X で見たことあるんですけど、すげえ最初問題がいろいろ起きたんですよね。そのバイクのエンジンをね軽くこうでかくすれば作れるんだろうみたいな感覚で作ったら、横 G によるねオイルの偏りとかね、そういうのが全くねうまくいかなかったみたいでね。でこちらのマシンはねホンダではないんですけど、クーパーの T53 っていう F1 で、戦後初めてねミッドシップを採用した F1 ってことらしいですね。ホンダがねこれを購入して F1 参戦するためのね研究としてね調べ尽くしたっていうことなんですよね。でこちらがね初めてホンダが、まあ、製作した F1 エンジン RA271 っていうところみたいですね。さまざまな問題が出たっていうエンジンですね。センターにねポッコリってあるってことは、カムチェーンはねセンターにあるってところでしょうね。はい、こちらがねまあ歴代第1期のねホンダ F1 が並んでるって感じです。で多分これは RA273 かなって思うんですよね。その右側のね真ん中にあるのが RA300 で、奥にあるのが301ってところだと思うんですよね。はい、そうですね、 RA273 でした。やっぱりまあ当時はねまだフルカウルって感じじゃないんでね、エンジンむき出しですけど、ホンダがね確か初めてあれなんですよね、モノコックにエンジンを近づけしたって感じなんですよ。マウントしたんではなく近づけ、だからシャシー構造の一部にしたんですよね。まあ今ではフォーミュラーとして当たり前の技術をね、確かホンダが初めてレースの世界に持ち込んだって感じでね、意外とね F1 ってところでねホンダがパイオニアの技術って意外とあるんですよね。最初はねそのモノコックに近づけするのは何やってんのって感じで見られてたらしいんですけどね、有用って分かった瞬間からねいろんなところが真似したみたいです。こちらがねブラバムですね。ブラバムホンダ BT18、 これは F2 レースに参戦してたみたいなんですけど、これがねなんとすごくね支配的な強さを誇ってたらしいです。ジャック・ブラマン JPS カラーなんでね、一瞬ロータスって思うけど、まあマーチホンダ812ってことでね、国内の F2 選手権でね中島悟選手がね乗っていたらしいです。この車は81年、俺はまだまだ物心あったのかなってぐらいの時代ですね。でこちらはねラルトホンダとして84年にねヨーロッパのね F2 選手権で、まあ、チャンピオンを取った車らしいですね。そう、第2期はね F1 に行く前に F2 のエンジンをまず最初に開発してたんですよね確か。で並行して F1 のエンジンもね開発していて、で第2期 F1 のね最初の車これですね、スピリットホンダです。リアカウルがないのはねオーバーヒートに悩まされてたんでね、じゃあ取っ払っちゃえっつって取っ払った車らしいですけど、まあ最初のうちはねまともに走んなかったみたいですね。だから第4期 F1 の頃のね最初マクラーレンとうまくいってなかった頃ね、このスピリットホンダとね同じような感じでね言われてましたよね、最初はつまずくもんですみたいな。
で、まあでもこのね、スピリットホンダ時代にね、エンジンをどんどん熟成させていって、で、これですよ、これ。ウィリアムズのね、FW09。第2期ホンダがね、まあ優勝した最初の車ですね。かなりね、ドッカンターボだったらしいんですけど、あのね、ニコ・ロズベルグの父ちゃんのね、ケケ・ロズベルグがね、剛腕でねじ伏せてね、乗っていたって話でね、相当ね、暴れ馬だったらしいです。まあ、この車84年ですけど、85年はね、熟成が進みね、まあ、ホンダエンジンがだんだんと怪物じみてきたって年になったみたいです。こちらはね、俺の大好きな MP4-5 ですね。低いんですよ、サイドポンツンが。そう、まだでもね、そんなにね、シャーシ性能は高くなかったみたいなんですけどね。とりあえず最強のね、ホンダ V10 エンジンが乗っていたっていうところでね。こちらね、ちなみにセナのマシンですね。で、フロントウィングのね、翼端板がちっちゃくなってるやつが 5B って言われるやつで、まあこれの改良型になってるやつですね。な、これはでかいのでね、5の方です。はい。こういう風にアイルトンセナって書いてますね。で、こちらがね、その、第2期ホンダの 1.5 リッターターボエンジンですね。すげーコンパクトですよね。これで1000馬力超えて立つんだから、とんでもないですよね。1000馬力超えてるとは言ってもね、相当ドッカンターボだったみたいですけどね。あんなにぶっといタイヤ履いててもホイールスピンするんですから。まあ当時のね、まだタイヤのコンパウンドもね、そんなによろしくないっていうのはいえ、あんだけね、太くしなくちゃまともにね、グリップしなかったらしいですから。とてつもなく太いですよ、本当に。だけどね、13インチっていうね面白いですよね。はい、こちらロータスですね。 QQT です。ウィリアムズでね、大成功を収めていて、まあロータスにも供給することに決まったっていうところで、このね、供給を熱望していたのが当時ロータスにいたアイルトン・セナっていう話ですよね。86年にね、セナが乗っていた時に、そのウィリアムズのホンダエンジンのね、まあ、速さをに、まあ、驚いたというか、なんというか、それでね、俺もの使いてえってことでね、ロータスの人に頼んだらしいです。で、そしたらね、多分、その、中島悟をね、F1 に送り込みたいっていうホンダの、あれといろいろ噛み合ってね、多分供給が決まって、ロータスから中島悟デビューって感じになったんでしょうね。はい、こちらレッド5のウィリアムズですね。さっきのね、FW9 の次の FW10 です。こちらはね、カーボンモノコックをウィリアムズが初採用したマシンになってますね。まだね、この頃はそんなにね、馬力は1000馬力とかまだなかったみたいですけど、最終的にね、1000馬力超えていくとかね、おっかないですよね。まあ、1000馬力超えてたのはね、予選一発のためのね、まあ、ブーストアップってところみたいですけど、こちらはね、オールドファンにはたまらない S800 レース仕様です。1968年のね、鈴鹿12時間耐久レース。こちらの方でね、クラス優勝を果たした車みたいですね。総合でもね、大排気量の車に混じって3位という成績を上げてます。で、その左側はね、俺の大好きな車。ワンダーのね、グループ A 仕様ですね。10-6 クラスでね、全勝して、まあタイトルを持ってったって感じで、こちらもね、JTCC のアコードですね。はい、この JTCC のアコードもね、有名ですよね。服部ってひらがなで書いてますけどね。そうですよね、服部直樹選手乗ってたんですよね。すっげー低いんですよね。びっくりするぐらい車高低いです。本当に。フェンダーの被り方半端ないですもんね。はい、この奥の車もね、伝説の1台ですね。 NSX のね、レースカーはここから始まったって感じで、ルマン仕様のやつですね。なんかね、ホンダとルマンってね、結びつかないですけど、90年代ね、挑戦してたんですよね。チーム国光の面々が乗ってたんですよね。高橋国光選手、土屋圭一選手で、あと飯田明選手。まあ、こっちの車はね、違うモデルですけどね。当時ね、確か3台ぐらいエントリーさせててね、確か1台だけ GT1 で出てたはずです。まあ、この時のノウハウをね、使って JGTC にも参加しだしたんですよね。で、こちらはね、その GT500 仕様の97年バージョンですね。はい、こちらのね、あれも有名ですよね。2000年バージョンです。確か道上選手が乗ってたんですよね、これ。カストロールカラーの。
で、やっぱりね、NSX ってフロントもかっこいいんですけど、リアですよねっていうことでね、後ろにちょっと回ってみました。当時のね、まだあのハンデウェイトのね、あれも貼り付けたままですよね。多分これがエンジンなのかな、使用してた。こう見るとだいぶコンパクトですよね。はい。はい、こちらはね、記憶に新しいアンドレッティでのね、タクマ選手のインディ500優勝車両というやつですよね。これね、朝方までライブで見てたけど、大感動でしたね。本当に大感動。本当にね、早朝といえる時間にね、だいぶ一人で騒いでましたね。友達と LINE しながら見てたんですけど。で、奥の車両はね、レイナード 96i ホンダっていうことでね、16戦10勝したマシンみたいです。開幕4連勝をね、飾ったみたいですね。ジミーパッサーかな?ルーキーオブザイヤーも持ってったって感じでね。このカラーリングがアメリカって感じですよね。赤に稲妻カラーって感じで。ね、F1 は撤退するのになんでアメリカではやるの?なんてよく声がありますけどね。アメリカホンダはアメリカホンダで動いてるみたいなんでね、一概に本部の意向はないとも言えないけど、まあ続けてほしかったですよね、やっぱり F1 は。こちらの車両はね、 EJ12、 佐藤拓磨選手がね、 F1 デビューを果たした車ですね。この前の年までは無限のエンジンを使っていたんですけど、この年からね、あのホンダワークスエンジンを搭載しております。まあその佐藤拓磨を乗せるっていう条件でね、だいぶあのエンジン料金をね、減額してもらえたみたいですね。こちらはね、 BAR ホンダ006っていうところでね、アメリカグランプリでね、日本人2人目として佐藤拓磨が表彰台に立ったモデルですね。できました、こちらです。ホンダ RA107 アースカラーですね。スポンサーロゴを一切排除した、まあ物議を醸したモデルで、こちらはね、 RA108 同じくアースカラーですけど、まあね、いろんなね、突起物がとりあえずついてね、あの、史上一番醜い F1 なんてね、当時は言われたんですね、当時は。はい。ってことでね、今回の、まあ、コレクションホール、4輪はね、以上で終了します。次はね、バイクだけに絞った2輪編をね、やりますのでね、そちらの方、楽しみの方はお待ちください。それでは、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。